こちらが北里時計店でございます。はい、ちょうど今金食堂のお隣に、はい、お隣なんですけどもですね、はいはい、まあ、ここはもうその名前の通り、そうですね、時計専門店、うちの巻の歴史を刻んでいるお店でございます。コメントお上手ですねさすがです。こんにちは。どうぞ。お店はいつから再開されましたか。もう、産地してからですね。やっぱりこう前の人通りも以前と比べると。そうですね、うん、すいません、どうもありがとうございました、はい、さあここは、はい、お洋服屋さん。そうですね、キッズ&レディーススヌープでございます、はい、なかなか男の人は入りにくいんですけどお邪魔します。地震後お店はやっぱり物が落ちたりとかは。そうですね、棚が倒れたりはなかったんですけど、うん、やっぱりちょっとぐちゃぐちゃってですね、うん、なりました。はい。お店はいつから再開されるの。ですね、最初の1週間電気が来ない間はやっぱり開けられなくて、その後1週間くらいもう支援っていう形で、お母さんたちがミルク作りに来てくれたりとかできるようにですね、もう商品全部のけてしまって、はい、じゃあこう託児スペースというか、はい、そのお母さんとお子さんのための、はい、そういう感じで1週間くらい開けさせていただいて、でその後から少しずつゴールデンウィーク前ぐらいからですね、また開け始めました。はい、まあ、これから暑くなりますけれども、はい、おすすめの商品とかおすすめのコーディネートって何かありますか。ジーンズがやっぱりおすすめで、うん、はい、いろんな種類がありますので、最近取り扱い出したメーカーのものなんですけど、もうすごく伸びがあるんですよね。本当だ。なのでもう履いて寝れるぐらい気持ちいい、はい、まあ、サトシさんのサイズはさすがに。そうですねここには特注で頑張ってますので、皆さん寄ってください。よろしくお願いします。ポパイでございます。ポパイ、ポパイといえばピザ、ピザ、ピザといえばナポリ、ナポリ、これ裏には書いてあるんですけど、ナポリ、あ、ナポリって書いてあるんですね、はい、はい、お店はいつ頃から再開されたの。そうですね、それがそれだと1週間ぐらい経ってからですかね。まあ完全にではないですけど、徐々にお客さんも帰ってきていらっしゃるみたいなので、はい、頑張ってますのでお待ちしてます、お店で、はい、はい、あ、すいません、はい、じゃあ、こんにちは。お漬物屋さん、はい、お店は地震後どうだったですか、中の様子とかは。もう壁とかひび割れしてからですね、大変だったんですけれども、なんとか今金さんが営業するということで、じゃあ私たちも頑張ろうかなということで開けさせていただいてます。製造の方も工場とかはどうだ。工場は大丈夫なんですけど、やっぱ注文の方が激減してからですね、かなり厳しい状態ではあります。生産はもう大丈夫、あとはもう注文が入ってくればですよ、できますよ、はい。これからのおすすめ商品は。これからやっぱ阿蘇は高菜漬けが名産なんで、高菜漬けをもうたくさんの方に食べていただきたいなと思ってですね、頑張ってるんですけれども。じゃあね、これを見た方たくさん注文していただくとよろしくお願いします。行けば行くほどですね、やっぱりどうしても歩道もまだまだこういう傷跡が残っているんですけども。さあ、コーナーを曲がって、はい、曲がってきました。そしてここはやっぱりフレッシュな花の池田小月様、はい、わー、こんにちは。こんにちは。ほら、店の中もわー、いい香りがしますけどもですね、漂ってます。やっぱりまだまだ荒れてるところがあるんですけど、あら、いないかな、はい、本来ならばですね、先ほどの、寄道さんや赤い靴さん、広勝さん、ここの七福神堂とですね、夜のお店も開いてるんですけども。なるほど。ちょっと今日は昼の方だけということ ですね、はい、夜のお店も。そうですね、さとしさんの行きつけがやはりあります。多いんでしょ。僕の18番は斉藤由紀の卒業を歌うことがじゃあ今度ぜひ夜バージョンもまたさとしさんに